皆様こんにちは。溝上慎一の教育論動画チャンネルナンバー290、本日は新著の紹介でございます。細尾萌子先生の新著から、看護助産師教育におけるパフォーマンス評価の可能性と、題するお話をいただきます。細尾先生、こういう方ですね。立命館大学文学部の准教授でいらっしゃいます。教育法学がご専門の先生でございます。細尾先生には、2022年ですね、このフランスのバカロレア試験から日本の大学入試を考えると、こういうフランスのですね、教育の事情についても、ご専門とされる先生でございます。で、本日はですね、この看護助産師教育に生かすパフォーマンス評価ワークブックと、導入のための初めの一歩と、題する、細尾先生をはじめとする、方々との、著書をご紹介いただくと、いうことでございますけれども、私と意図としてはですね、パフォーマンス評価結構もうだいぶですね、教育界の中に入ってきて、10年、15年ぐらい経ちますかね、だいぶ入ってくるようになったと思います。で、今回この細尾先生がテーマにしているのは、看護助産師の方々ですので、大学教育ということになります。で、まあ、それはそれでですね、そういうところでパフォーマンス評価をこういうふうにご指導されて、こういうふうに導入されていってるという話を聞けばいいと思いますけれども、まあ、他方で、まあやっぱり私は大学のではなかなか入ってきてないというかですね、よっぽどこう意識の高いところでしかですね、広がっていない現実というのがありますけれども、高校以下の方ではもうかなりパフォーマンス評価入ってますので、そういうところをですね、実践される方も含めて、まあ大学教育の話だと言ってこう横にどけずにですね、改めてパフォーマンス評価どういうふうにこう考えていったらいいかとか、あるいはまあその実践上の、留意点とか、そういうところを復習する機会にね、していただいたらどうかなというふうに思います。はい。それではまずはお話を伺っていきましょう。私の専門は教育学です。日本やフランスの教育方法や評価、カリキュラムの研究をしています。特に知識を活用して、考えたり表現したりする力をいかに育み評価するかを研究してきました。で、それと並行してここ10年ほどは、看護教員や助産師教員、実習指導者の方にパフォーマンス評価の講演をしてきました。で、その成果として作ったのがこの本になります。で、この本で伝えたかったのは2つです。1つ目にパフォーマンス評価というと、なんか立派なパフォーマンス課題とか、ルーブリックとかを作らないといけないと、そう思われている方が多いんですけれども、まあ、それがパフォーマンス評価の目的ではなくて、本来の目的は、どんな実践能力を育みたいのか、それを明確化、共有して、効率よく育むことが目的で、パフォーマンス評価はそのためのあくまでも手段なんだと。いうことを確認したいと思いました。もう一つに、パフォーマンス評価を導入する心のハードルを下げたいと思いました。パフォーマンス評価イコールルーブリックと思われている方も多いですけれども、パフォーマンス評価にはルーブリック以外にも様々な方法があります。日々のなんでこのケアをしたのかっていうような発問とか、そういうところから始めてもいいんじゃないかということで、この本では様々なパフォーマンス評価の実践やストーリーを紹介しています。で、この本を作った契機としまして、パフォーマンス評価の研修を読んでもらうことが多かったんですけれども、まあ、1回で終わってしまうという学校大学が多かったんですね。そこで外部講師が行かなくても、教員や実習指導者だけでパフォーマンス評価の研修を続けられるような参考書があったらいいんじゃないかと思ってこの本を作りました。あとはいえ、私は教育学者なので、看護教育や助産師教育については素人です。そこで看護教育や助産師教育の専門家とチームを組んでこの本を作りました。ではまず一つ目、なぜ看護助産師教育にパフォーマンス評価を導入することが有効なのかという話をしていきます。看護師や助産師については離職率が高いことがかねてより問題になっています。2022年度では 11.8% でした。で、私の家の隣に看護師夫妻が住まわれているので、どんな学生が看護師として続けられるかということを聞いてみました。まあ、すると、初めから 100% の成果を出そうとするのではなくて、初めは 70%、80% の成果なんだけど、指導者の指導を受けてから直して 120% 成果を出す学生というふうな答えが出てきました。まあ、完璧主義の学生はすぐ折れてしまうから、柔軟性が大事ということでした。また、1回やってダメだったら他の方法を考える学生とか、患者の視点に立って行動する学生という声も上がりました。で、いろいろあると思うんですけれども、そうした理想の学生像を明確化して、教員と実習指導者が一貫してそこに向きで指導すれば、
そこに至れる学生がもっと増えるのではないか。そう考えると、パフォーマンス評価はその一助となります。で、さらに具体的なことを言いますと、まあ、厚労省は2020年に新カリを出していまして、2022年度新入生から適用されています。そこでは、まあ、対象、まあ、患者さんの多様性や複雑性に対応した看護を想像する実践能力の育成が掲げられています。で、この能力を一律に教え込むことはできないので、学生の主体的な学びが推進されています。で、この新カリで看護師などに求められる実践能力として、以下の5つが掲げられています。1つはヒューマンケアの基本的な能力。2つ目に根拠に基づき看護を計画的に実践する能力。第3に健康の保持、増進、疾病の予防、健康の回復に関わる実践能力。第4にケア環境とチーム体制を理解し活用する能力。第5に専門職者として研鑽し続ける基本能力です。で、このように今の看護師や助産師には高度な実践能力が必要とされています。まとめて言いますと、患者や状況の多様性や複雑に応じて、知識や技術を臨機応変に統合してケアを計画実践する力と言えるでしょう。で、このような力は従来のチェックリストでは測れません。チェックリストでは個々の知識や技術を持っているかどうかということしか測れないからです。で、そこで実践能力を総合的に捉えて育むためにパフォーマンス評価が注目されています。パフォーマンス評価というのは、知識や技術を活用して考えたことを表現や行動で表せるかを見取る評価方法のことです。で、進化に向けた日本看護学校協議会のガイドラインでも、パフォーマンス評価は修行成果の評価方法の一つと挙げられています。で、ここで注意したいのは、厚労省は2010年代頃からパフォーマンス評価のことをルーブリック評価という言い方で言ってきました。ですけれども、教育学的にはルーブリック評価という表現はおかしいです。なぜなら、〇〇評価の〇〇には評価の対象が来るからです。学習者の学習成果を評価するのは学習評価。教員の資質能力を評価するのは教員評価。カリキュラムをよくできたかどうかを評価するのはカリキュラム評価と言います。ルーブリック評価というと、ルーブリックの出来栄えを捉える評価という意味になってしまいます。ルーブリック評価という言葉には、いかに素晴らしいルーブリックを作るかが大事なのだという、ルーブリック作成自体を目的する考えも透けてみます。でも先ほども言いましたように大事なのは、この実践能力を育むことであって、ルーブリックっていうのはそのための手段に過ぎない。そのことを明らかにするためにも、ルーブリック評価って言葉はふさわしくないと思います。あと、まあ、もう一つ言いますと、言語はパフォーマンスアセスメントですので、その役としてもおかしいんじゃないかなと思っています。で、まず一つ目まとめますと、一つは、看護の実践能力の習得度を総合的に評価できるということです。この実践能力を評価できますので、指導と評価の一体化を進めていきやすくなります。二つ目に、評価の基準表のルーブリックを使うと、学生自身が自分の学習活動を振り返って、これはできたけど、これはできていないから、次の目標はこうしようというふうに主体的な学びを促すことができると。で、この二つの点から実践能力の向上を進めていけるというのがパフォーマンス評価を導入する意義となります。で、続いて、パフォーマンス評価とは何かという話に移ります。パフォーマンス評価というのは、知識や技術を活用して考えたことを、表現や行動で表せるか見取る評価方法の総称です。まあ、いろいろなものがありますけれども、小さなものと大きなものに分かれています。小さなものとしては、単元や実習の途中で継続的に行う、形成的評価としてのものがあります。例えば、なぜこのケアを行ったのか、発問する、だったり、技術を実践できるか観察する、といったものがあります。これは成績をつけるためのものではなくて、指導や学習の改善に生かすためのものです。もう一つ大きなものとしては、単元や実習の終盤に行う総括的評価としてのものがあります。これは学んだことを統合して個別の患者にケアできるかどうかを評価するものです。その代表的なものがパフォーマンス課題という学習課題を出して、その成果をルーブリックという基準表で評価するというものです。で、このようにパフォーマンス評価様々なものがあるというものを見ていただきたいんですが、左上の選択回答式、夜間テスト式、丸バツ問題とか、正誤問題とか以外の緑色の全部がパフォーマンス評価の様々な方法です。右上見ていただきますと、なぜ、このケアをしたのか、発問するとか、活動の観察をする、実技テスト、下行きまして、レポートを書く、で、看護や助産の記録、で、右に行って、プレゼンテーション、ディベートなど様々な方法があります。
で、この中でも、2つ目の大きな総括的評価の代表であるパフォーマンス課題とルーブリックの説明をしていきます。で、パフォーマンス課題とは、様々な知識や技術を総合して使いこなすことを求める複雑な課題のことです。看護師や助産師ですと、5つの実践能力の全部か一部を統合して行動できるかどうかを評価するというものです。看護計画や、看護計画といった作品を作らせる課題であったり、患者への説明やケアの実施といった実現させる課題などが当たります。例えば、精神看護学の演習ですと、患者の状況を、設定を読んで、それを理解した上で、必要な援助の方法を考え、その根拠を説明し、実際に援助を実施するというパフォーマンス課題が出されました。それは先ほどの5つの実践能力。この対象理解説明ってヒューマンケアの基本的な能力であったり、根拠に基づいて看護を計画的に実践する能力。この2つを活用するパフォーマンス課題の例になります。で、こうしたパフォーマンス課題には3つのメリットが挙げられます。1つに、看護の実践能力を総合的に評価できるということです。で、2つ目に、パフォーマンス課題に取り組む学習を通して、看護実践能力の向上を図れるということです。で、3つ目に、単元や実習の開始時に学生にパフォーマンス課題を示すと、こういうところに向かっていったらいいんだという見通しが持てるので、学習力が上がりますし、主体的な学びの促進につながります。で、このようなパフォーマンス課題で発揮される力は、丸バツでは評価できません。そのため、実践能力の質の違いを見取るルーブリックが必要になってきます。まあ、従来のチェックリストだと、それぞれの知識や技術を持っているか持っていないか、量的な違いを評価するものになりますので、パフォーマンス課題での能力をチェックリストで評価することはできません。で、ルーブリックというのは、パフォーマンスの成功の度合いを示すいくつかのレベルと、それぞれのレベルに当てはまるパフォーマンスの特徴から構成される評価基準表のことです。で、各レベルの典型的な作品をつけておくと、他の教員指導者や学生と共有しやすくなると言われています。で、このルーブリックの観点を分けることもできますが、なるべく6観点までがいいと言われています。それよりも多いと、評価を指導や学習の改善に生かす余裕がなくなるからです。観点が多すぎる場合は、ルーブリックで評価する観点と、チェックリストで評価する観点に分けられないか検討するのがいいでしょう。まあ、その際は、各観点でどのような力を育みたいかという目標に応じて、ルーブリックかチェックリストのどちらが適当かを考えます。個別の知識や技術を測りたいならチェックリストでいいですけれども、実践能力を捉えたいならルーブリックがいいです。で、特定の科目や実習で、個別の知識技術と実践能力の両方を評価したいという場合は、知識などはチェックリストで測って、実践能力はルーブリックでと、チェックリストとルーブリックを併用するのがいいと思います。その併用の例がこちらになります。で、こちらは、看護の予約という、まあ、注射を行うという課題のルーブリックなんですけれども、まず A を見ていただくと、注射法の原理原則に基づいた上で、患者の状況を考慮した姿勢主義を選択し、患者の反応を見ながら実施できる。かつ選択した姿勢主義を説明できるといったように、患者の状況とか反応とかを見ながら、持っている知識や、技術を総合して、判断し、実践ができるかということを評価しています。まあ、このような実践能力はルーブリックで ABCD で評価すると。なんだけれども、基本的な予約の主義、注射の角度とか、薬の用量を間違えてないかとか、間違えてはいけない、ポイントがありますので、それできているかできていないかのチェックリストをプラスして行うということです。このようにルーブリックとチェックリストの併用というのを行うことができます。で、ルーブリックのレベルの数なんですが、まあ、大体3つか4つ、まあ、多くても5つぐらいが作りやすいです。で、いくつにするかっていうのは学生の実践能力がどのぐらい足りるかで考えます。まあ、比較的均一であれば3つのレベル分けで十分でしょうけれども、かなり多様だというふうな場合は4つ、もしくは5つのレベル分けが必要ということもあるでしょう。で、例えば、レベルが4つの場合、このように分けることもできます。レベル1が最も困難がある学生の姿。レベル2が不十分な学生の姿。まあ、教科書的な知識や技術を知っているけれども、ケアの場面で使えていないなど。レベル3があと一歩の学生の姿。教科書的な知識や技術をケアの場面で使えているけれども、相手の状況を踏まえて活用できていないなど。レベル4、到達させた理想的な状態。相手の状況に即して知識と技術を活用し、適切な、的確なケアができているなどです。まあ、ただし、ここではレベル4を理想的な状態にしていますけれども、このレベル4をもうさらに、理想的な状態として、レベル
3を合格レベルにするというふうな判断もありますので、まあ、どこを合格レベルにするのが使いやすいのかっていうのは、それぞれの学校によって変わってくるかと思います。で、このレベル分けの時の留意点が2つあります。1つ目に、臨床で求められる患者目線でのケアの質を評価基準にします。患者のニーズに即してケアした学生が低い評価。ニーズを無視して教科書的に手順通りケアした学生が高い評価とならないようにします。患者の状況に照らして知を総動員して判断し、実践し、振り返っている感度合いがレベルの違いとして現れるようにします。で、各レベルを考えるときは、4段階の場合、レベル1か4を先に考えて、2と3はその中間として考えた方がやりやすいです。で、注意するのは、レベル間の変化の程度は等しくなるようにします。1と2がすごく開いてて、2と3が近いとかいうことにならないようにします。で、レベル1については、上のレベルに行くためのヒントを示すのもいいと思います。ルーブリックを学習会で役立てることにつながります。で、こうしたルーブリックについては2つのメリットを挙げられます。第一に、教員と指導者など複数人で一緒にルーブリックを作ることで、育みたい学生像でゴールを共有できるとともに、評価者間の評価基準のズレを修正できます。何を観点として選ぶか。まあ、それは人によって結構違いますので、それに気づくことで、すり合わせるべきところが、共通理解できます。評価の観点についての共通理解ができてきます。また、レベル分けに関しても、人によって学生に期待するレベルの高さが違います。まあ、学生の現状と求める看護の姿を共に鑑みることで、どこまでのレベルを求めるのかについても共通認識できます。まあ、これについて、評価のブレが少なくなるだけではなく、同じ方向に向かって一貫した指導に結びつくってことです。で、ここで強調したいのは、ルーブリックを作ること自体が目的なんじゃなくて、ルーブリック作りはどんな看護師を育てたいか、学校や演習や実習で本質的なことは何なのかと、どうレベルまで目指すのかっていうふうな、まあ、看護官や、まあ、学生間を教員間で共通する、そのプロセス自体が大事なんだということです。で、ルーブリック作りをすると、まあ、この公平、まあ、この実践能力を公平に評価するっていうふうなための手段だと思われているかと思いますけれども、まあ、そのことだけが目的ではありません。ルーブリック作りをすることで、日々の言葉かけ、日々の実践が、まあ、看護や助産の各領域の本質に向かっていくと、そのことがより本質的な目的だと私は考えています。2つ目のメリットとして、学習開始時や学習中にルーブリックを学生と共有することのメリットです。これにより、学生が自己評価して学習を自ら改善していくことができ、実践能力が高まっていきます。で、ルーブリックの場合、どの観点について何を目指したらいいのか、それがはっきり可視化されていて明確なので、学生は自身の到達度とか、まあ、今後の課題できてないことを認識しやすく、次の目標を見つけて主体的に成長する手がかりとなります。ただし、ルーブリックにも限界があります。第一に、ルーブリックに書かれていないことに、教員指導者や学生の目が行きにくく、学生の成長ルーブリックの枠内に留めてしまうというリスクです。ルーブリックで評価することを強調しすぎると、いわゆる目標潰しとなることもあります。まあ、ルーブリックの一番上の段階を満たしていたら、それ以上の努力は不要とか、ルーブリックに示されていないことをしても評価されないから、感情のためになるかもしれないけどしないと。そういう発想を招いてしまって、本末転倒です。まあ、そこで実践能力は基本的ルーブリックで評価するけれども、それ以外の想定外の良い姿もプラス評価すると伝えておくのが良いでしょう。で、二つ目の問題として、ルーブリック作りにはとりあえず時間がかかります。それは看護官とか学生間のすり合わせが必要だからです。で、これは本質に関する話し合いなので、話し合いに価値がありますけれども、忙しい AD 先生方がそれだけの時間を割けるかというのは課題ではあります。まあ、そこで、全部の科目を実習でいきなり取り組むというのではなくて、一年の中で一つの実習で、8科目の中で一つの単元で、というふうに少しずつ無理ない範囲で取り組む。まあ、さらに、ルーブリック以外にも、日々の言葉、発問であったり、観察であったり、今までやってきた中でもパフォーマンス評価あるので、それを意識的に行うということもいいと思います。